ダーケータクト、夏のイベント始まりました。おはこんばんは、タンチュンです。今回の内容は8月5日から真夏のパイレーツアドベンチャー新米キャプテンと謎の財宝島というイベントが始まりましたので、早速新 SP キャラの性能考察評価とガチャの方やっていきたいと思っております。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。海賊女帝のステータスがこちら、絶海の女帝マルティナ、英雄系マスターランク54で全ステ 9% 設定しております。1突 HP が1297、少し高め。 MP は502、普通。守備力549、少し高め。素早さ456、戦闘開始時536、低い。移動が3から、ウェイト60となっております。ボトツは1521、 MP 590、守備力646、素早さ536の616という形になっておりまして、 HP 盛り装備、闘技場補正 30% を入れると貫突で約2600、これもまあ普通。素早さ盛りで貫突だと装備をつけて開幕約737、行動開始時847という感じでございます。特性で仲間が1体やられると957に 40% バフになりまして、3段階上がると1067まで上がるという形になっております。素早さ盛り737開幕はちょっと今の環境では遅いです。速攻キャラでは全くありません。この素早さステータスから見るに、完全に受けピオカンキャラだと思ってください。ここをうまく使いこなせれば、連動を上げれば PVP でもワンチャン使えるかもしれません。続きまして特技見ていきたいと思います。まずは必殺技パイレーツスクランブル。使用回数は3回。射程は1から4。敵1体に一部のダメージ軽減を無視するメラ属性の大義大ダメージを3回。必要ターン数は2となっておりまして、最近で言うとダークドレアム。これを完全にメタローとしている特技でございます。こちらを使えばドレアムはほぼワンパンになるんではないかという感じです。映像でもだいたい3000ぐらいダメージは出てたかな。これを打たせてもらえるかが PVP では勝利の鍵を握ると言っても過言ではないかもしれません。2つ目、失踪の号令。自分を含む射程1から2、範囲内の仲間すべての素早さを上げる効果3ターン。こちらピオリムでございますね。この特技はめちゃくちゃ強いです。うまく使いこなせば2回行動実質できるという形になるので、ピオリムカンタ、ピオカンと呼ばれるものが素早さ調整次第ではできるという形になっております。なので速攻で先に動くというよりは、受けで受け切ってピオカンして2ターン目先手の殲滅、2ターン目速攻という低ランクとかピサロナイトなどを犠牲にしつつピオリムカンタで殲滅していくという戦略のキャラでございます。ここ使い方間違えるとただただ弱いキャラになってしまいますのでご注意ください。特技3つ目、キャプテンサイクロン。射程前方で範囲内敵すべてにバギ属性大義大ダメージ、高確率で魅了。この高確率魅了が強いですね。敵すべてにバギ属性、必中はありません。そこだけお気をつけください。最後がバーニングアタック。射程1から3で敵1体にギラ属性必中大義ダメージ2回。必中は大事ですね。続きまして基本特性見ていきましょう。基本特性孤軍奮闘。まず不屈がついております。1回だけ不屈。そして仲間編成が自分を含めて3体の時、5体連れてったら2体やられた時、4体なら1体やられた時、耐技力回復力 30%、 ダメージ軽減 30%、 さらに編成が自分含めて2体、自分含めて1体の時 50% の 40%、 100% の 50% と無凸で上がっていくという形になります。高難度では仲間全員生存みたいなミッションは結構少なめになってますので、ステージ効果などで
大義接待が指揮者の神殿とかで来れば、絶海の女帝マルティナがいい仕事をするかもしれません。続いて1凸スキル、気高き女海賊。奇数ターン行動開始時、10ターン目まで素早さ、移動力と大義力を上げる。移動力は3、4、5と上がっていきます。素早さは20、40、60% と上がっていきます。3凸で逆襲の漏炎、自分以外の仲間が倒された時素早さを上げる。さらに一部の状態上を解除する。そしてそのターンに行動していない場合、自分の行動順になるというのがあるんですけれども、この特性を持ってるキャラは現在タクトで3体マルティナを含めています。1体目がリュノです。 HP70% 以下になった時状態上回復して自分のターンになる。これがリュノ。そして2体目が自分か仲間が状態異常になった時解除して自分のターンになる。これがアイラです。なのでマルティナはちょっとまたパターンが違うんですけれども、絶対に仲間が倒されないといけないっていうところが PVP であったり防衛であったり、この辺の特化になってるのかなという感じでございます。この特性があるがゆえに、1ターン目先にね速攻で動いていたら仲間が倒されても自分のターンは回ってこないです。なのでこのキャラは受けキャラになります。自分の行動順を持ってこれる、プラス状態異常も解除できる、さらに素早さを上げれる、ピオリムカンタができるという形なので、このキャラは素早さ盛りで使うキャラではないです。中速ぐらいで HP 持ってる方がよっぽどいいと思います。貫突で海賊の維持、自分の HP が 70% 以下になると最大 HP の 30% 回復する、戦闘中1回までとなっております。貫突で完全完成品という感じですね。ちょっと高級品です。そして属性耐性がバギドルマ耐性ということで、大弱点がヒャドイオなんですけれども、ギラ特技に対してドルマ耐性は安定型となっております。ただいつもねだいたい安定型なんで深く触れないんですけども、軽く触れておきますと、マルティナはキャプテンサイクロンというバギ特技も持っております。しかも広範囲で高確率未了。このバギ特技に対して本当はイオ耐性が欲しいんですね。なのに大弱点にヒャドイオでイオが弱点になっていると、これを打ち合い型と言います。例えば相手がレック、ロトチ、ロザリー、レックス、ブギー、キラマスリー、今の環境で言うとこの辺のキャラたちがイオを使ってくる。なのでマルティナは弱点でダメージを食らう。ただマルティナもバギ特技を持ってるので、バギで弱点をつけると、これを打ち合い型と言います。なので指揮者の神殿においてバギの大義が刺さるところで連れて行って体勢で安定取れるかというとちょっと厳しいかもしれません。例で言うと多分アズーロマとかですかね。バギは刺さるけどイオを食らうという感じでございます。状態異常耐性が眠り、大義封じが半減、これは優秀、魅了が無効と、長弱点は毒と呪いということで、状態異常耐性に対しては強いですが、麻痺、休み、混乱はまあ普通に入るかなという感じ。状態異常解除も他のキャラを倒さなければとりあえず止めることはできるので、倒しきれないんであれば一旦状態異常かけてマルティナから倒していくっていうのが理想形かなと思います。ということで絶海の女帝マルティナのポイントまとめなんですけれども、ちょっとね奇抜すぎてクロート向けのキャラかなと思います。上手な人はピオカン使って新しい戦術を設けれるかもしれません。闘技場の攻めとかワンチャン PVP でも活躍できるかもしれません。ただ個人リーグとか個人大会ギルドの攻めでは基本他のキャラをワンデスするということはポイントが下がってしまいますので、犠牲を出すということがちょっとできないんですね。なので基本特性が半分死んでるという形になります。4体以上だとダメージ軽減がまず全くない、見かわし率もない、5凸ないとただの紙です。結構簡単にやられるんじゃないかなと思いますので、紙耐久だけはお気をつけください。ピオリム、魅了、ダメージ軽減無視のメラは強いと思います。必中ではないですが、このキャラは速攻ではなくて完全に受け寄りの性能、さらに
ピオリームカンタ、これができるキャラだと捉えていただければわかりやすいかなと思います。ということで評価点なんですけども、コンテンツ全体で見てもちょっと使いにくいところがある、環境にいきなりぶっ刺さってくるかと言われたら若干難しいかなというところで、評価点は1凸90点、3凸92点、3凸で94点とさせてください。ちなみにニズゼルハは96点、ウルノーが97点、イレブンは 99.5 点つけております。カイカピサロは98点つけてもいいかなという感じでございます。同じウェイト60で使うんであれば、多分ぶっちゃけ呪いのバニーマルティナの方が使いやすいんじゃないかなと思う部分もありますので、戦術の幅を広げたい方は女帝マルティナもあり、ただ速攻しかやらないよっていう方は全然ノロマルでいいんじゃないかなという印象でございます。そして今回ですね、初めて運営さんが試みを入れてきました。特別スカウトスタンプ優勝3回で3回目が S ランク3体確定というものを入れてきたんですが、皆さんこちらいかがでしょうか。騙されてはいけないのが、30連で9000円、 S ランク5体確定、地引き1枚できれば6枚ぐらい引けるとなると、まあ1体ぐらいは確かに出る確率ではあるんですが、100連引いて8枚引いたとしてもピックアップは出ないことが全然あります。なので 5,6 枚だと1体も引けない、なんならまあ1凸ぐらいできるかなぐらいまでの期待値、運良ければ 2,3 体以上出るよという期待値なので、まあどうせ貫凸まで狙う方はいいんですが、美課金の方はかなり悩むガチャになるかなと思われます。確定ではないのでそこだけお気をつけください。運営さんもね、いろいろ試してはいるんだと思うんですが、やはりタクトは確定が命なので、欲しいのは確率ではないんですね。別にここにギャンブル要素は求めておりません。ということで、私は欲しいは欲しいんですけどね、低凸ではちょっと使うイメージがなかなか湧かないかなというところなので、かけらも今回やっと15個ずつぐらい配ってくれたんですが全然足らない。昔みたいにできれば30個、欲を言えば99個配ってほしい。英雄のかけらは候補がたくさん他にもいますので、今回は私は10連だけガチャやりたいと思います。チケットだけですね。タクポが20連一応できますので、こちらは私イレブンの方に入れていこうかなと思います。アラウネがねまだ2凸なので、もうちょっと凸進めたいというのあるかな。はい、ではマルティナ10連とイレブン20連さあ行くよ。行きましょう。グラフィック最高だけどね、マルティナちゃんね。よろしくお願いします。レッツゴー。演出は？ここは海ではないんですね。背景海になりましたけどね。さあ、虹はなさそう。銀世界。絶銀世界ですね。ありがとうございます。3、2、好き。嫌い。早っ。ガチャ10連。押してスキップまで7秒ぐらいかな。11、1凸。アラウネ2凸でございます。さあ、もうチケットで100連以上追ってるんですが出てくれません。イレブン君、そろそろいらっしゃいませんか。タケタクト、引いてくれ。なさそう。銀世界2回目。3人スキップ。アラウネ3凸。あと1体出れば HK でもいいかな。虹が見たいな。せっかく30連するんだからダメそうですかね。はい、よろしくお願いします。あ、全然ダメですね。やばやば、本当にやばいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。違う、さよなら。